僕に言いました。一日の始まりの挨拶はいいと、毎日を笑顔で過ごせる魔法の間違いだ。ある日ママが僕に言いました。ご飯を食べる前の挨拶はそっと幸せを噛みしめるための魔法のスパイスだよ。喧嘩をした後の挨拶はいつでも誰かと仲良しでいられる魔法の合言葉さ。ある日ママが僕に言いました。お家に帰る時の挨拶は疲れた心の見上がりを灯すような魔法のスイッチなのよ。お帰りなさい。何気